皆様お待たせいたしました。これより自然エネルギー財団主催国際シンポジウムリビジョン2013新しい自然エネルギーの未来を創造する候補の部を始めさせていただきます。セッション3では電力システム改革各国の事例と日本が学ぶことについてスウェーデン国有送電会社スベンスカ・クラフトナットミカエル・オーデン・バーリー様 ドイツ送電会社5 0ルツボリス・シュヒト様ドイツ連邦ネットワーク長第三局長アンデグレート・グレーベルさんにお話を伺っていきますそして午後4時10分よりセッション4自然エネルギーの将来エネルギーの将来について世界風力会議事務局長スティーブ・ソーヤー様自然エネルギー財団理事長トーマス・コーベリエルにお話を伺っていきます 閉会時間は午後5時40分を予定しております。どうぞ最後までご参加いただきますようお願いいたします。それではプログラムを始めたいと思います。セッション3電力システム改革各国の事例と日本が学ぶことです。ここからはモデレーターを務めいただく自然エネルギー財団理事長元スウェーデンエネルギー庁長,長官トーマス・コーベリエルさんに進行をお願いしたいと思います。 エルさん、よろしくお願いいたします Thank you very much. ご紹介ありがとうございました。 私ども財団では、いかにして再生可能エネルギーを日本に早い段階でその導入させるか、そしてそれを経済的に見て効率良い方法で導入させるためにはどうするべきかということを考えることであります。こういった再生可能エネルギーを導入するために様々な障壁がありますし、またコストが極めて高くなっております。そういったバリアの一つとしまして、 この独占の電力会社が、既存の,この発電所をコントロールしている。そしてまた、この消費者につながるまでの送電網をすべて管理をしているということがあります。新規参入の発電業者との競争に対して、その自分たちを身を保護しよう。 といいうう電力会社がこういったアクセスを難しくしておりますそれに対してヨーロッパでは1990年代からその市場を自由化させようとそして競争を導入するということを行ってまいりましたそしてその一環としましてこの所有権を分離するということ電力 発電事業者とそれからこの送電事業者との方法的な分離というものをやってまいりました。ということでヨーロッパの,この北の方そして中央ヨーロッパの例を伺った上で日本の状況についてお話を伺います。ではまず最初のスピーカーはミカエル・オデンベリーです。 の輸送,電会社送電会社でありましてそこの,方の方社長兼 CEO である 迎えるオーデンバーグさんであります。で、まあそれがたとえその発電業者内断のこの競争があるとしても、これいかに機能するかという話をしていただきます。まあ90年代にまあ実際にこういった変革をもとあらすことに至ったその組織にも存続しており属しておりました。 ありがとうございまはじ、えー、めに、えー、トーマス様、えー、コーベリエル、えー、様にお礼を申し上げたいと思います。このレビジョン2013年の会議にお呼びしていただき大変光栄に思っております。えー、私が思いますのはより効率的な 電力システムを欲しいということであればその市場のデザイン市場の構造っていうのがとてもとても重要な基本的なその前提条件必要な要素でございます。近年におきましてはそのヨーロッパ全土を見ますと発送電分離という動きがどん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 ,どん加速しているわけであります。 EU のその電力市場がよりまあ自由なものになるということでありますが、まあ、この分離ということはその一方ではその発電のセクターとまた一方ではその販売営業電気の販売営業というものがまあ分離されるというわけでございます、まあ、これはかなりまあ長い歴史を有しているその動きというわけでございます やっぱり規制、えー、緩和というのが、えー、多くの国に始まりましてそして特に北欧の国々ではこのような分離というのが進んだわけでございますまあノルウェースウェーデンを例といたしましてはかなり今の日本の状況と似てるんじゃないでしょうかちょうどノルウェー、えー、そのスウェーデンが え、初めてこのような、その、え、分離を始めた時と今の日本は似てると思います。と申しますのは、やっぱり当時は、ノルウェーにしましても、え、スウェーデンにしましても、このような電力市場におきましては、ま垂直統合、え、というような構造を有していたわけでございます。ほとんどその競争がないような、え、 セクターでございまして、そして独占体制というのが進んだわけでございますし、まあ正直言ってその結果発電の部分におきましても送電の部分におきましても、やっぱり非効率性が非常に高まったわけでございます。そしてさらに申し上げますと、お客様に対するサービスが非常に低下したということでございます。まあお客様は 完全にその、えー、発電業者の方に、えー、完全に依存してたわけでございますがその逆はそうではなかったので、まあ、明らかにそのプロデューサー側に全てのまあ力があったということでございますで、このようなその、えー、発送電分離という動きでございますが政府は、えー、何を目標にしたかっていうことでございますがやっぱり国全体の、えー、電力 えー、をより効果的に効率的に活用したいという気持ちがありました。そしてまた資産の管理、えー、をもっと、えー、うまくしたいということでございます。例えばその、えー、資源といいますのはやっぱりどの国によってもその限りがありますので、えー、できるだけその多くの国民が享受できるようなその電力体制というのは欲しいということだったわけでございます。 でこの移行期間、えー、移行プロセスこのトランジションということでございますこれは非常に巨大な大きな、えー、プロセスだったわけでございます。まあ、独占的なシステムから、まあ、自由化された電力市場に移行するということでございますのでやはり当然ながら、まあ、独占、えー、的なその、えー、力を持っておりました、えー、電力企業はやはり抵抗しました、まあ、当然ではないかと思います。 やっぱりその電力会社、電力産業にとってもこれは非常にまあ課題の大きい課題の多い動きだったわけでございます。しかしながら政府といたしましてはその、えー、可能な限り競争力を、えー、競争、えー、をその市場に導入したわけでございます。と申しましてもグリッドは独占的に。 運営するように、まあ、このような体制は続いたわけでございます。まあ、グリッドにはモノプリが残っいるっていうことでございます。で、その実際にその d レギュレーション、あるいは d レギュレーション規制撤廃、あるいは規制し直し規制緩和ということでございますが。まあ、この分離におきましては。はえ、トイレにおきましては、巨大な複合企業が存在していたわけでございますが。 これが所有しておりましたその資産というのはバッテンファルというその国有電力会社の方に移されたわけでございます。そして次に行われたことなんでございますがグリッドの運営維持がまあこの私の会社でございますがスベンスカ・クラフナット社にグリッドの運営が されたわけでございますでどのようなその、えー、変化が見られたかということでございますが、まあ、当然ながらでございますがその、えー、生産、まあ、発電の部分あるいはその販売の部分におきましては自由競争が、まあ、促されたわけでございます。そして、えー、第三者がより,、えー、より簡単に 市場に参入できたわけでございます例えば新しい、えー、事業者が出たとしましたら簡単に、えー、全国のグリッドにアクセスすることができますしそうすると周辺国のグリッドにもアクセスする、えー、ことができます、えー、同じフィーでアクセスできるわけでございますスウェーデンのほとんどの部分をアクセスするのと 実際にその最終的にどこでその作った電力が使われたにもかかわらず一回このグリッドにアクセスすれば同じ料金で済むっていうことでございますではその送電会社 TSO ということでございますがこれは具体的にどういうような役割を果たしているかということでありますが先ほどちょっと申し上げましたようにこの会社は プリートの運営を任されているというわけでございますですので運営えそしてこれは開発発展させなきゃいけないというそうな、えー、義務も、えー、を、えー、持っているわけでございますそして維持管理も全部やっているわけでございます、えー、基本的にはそのシステムの運営を、えー、任されておりますのでシステムの信頼性を、えー、必ず確保しなきゃいけないということも提供しなきゃいけないということであります えー、そしてまたより効率的な電力市場を促進するというのが我々の大きな役割でございます。でも市場のプレイヤーではないんでございますね。えー、我々は基本的なその公正競争を促すために、まあ、中立かつ独立した立場において活用しているわけでございます。デンマークノルウェーフィンランドエストニアリトアニアスウェーデン。えー におきまして、えー、この電力の取引というのが行われているわけでございますがこの取引所にも我々は出資しているわけでございます。非常に効率的な、えー、その取引所でございます。約400テラワットアワー。 約この地域の60%の電力がこの取引場で取引されているわけでございます。売買されているわけでございます。市場のプレイヤーといいますのはその1時間おきいにあ置いてその契約を結ぶわけでございます。それは翌日のための電力でございます。 えー、基本的にそのシステムが出来上がっておりますので基本的なその価格っていうのが想定価格っていうのが設定されますのでそれが基本といたしまして取引がどん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 成立されるわけでございます。そしてまた1日前の取引ということでございますが、えー、それは、えー、実際にその調整 機能いその需要とその供給が、えー、その別の市場あるいは付属の市場でそこであの、えー、行われる調整が行われるわけでございますで実際に最終的な調整が行われてその実際に電力を使われる1時間前までこのようなその調整取引などがこの6カ国間において、えー、行われるわけでございます、えー、そして金融市場、えー、もう 基本的にもあの参加しているわけでございますこれはコアなビジネスではないでございますが、まあ、これはその先物、えー、電力の先物を扱うということでございますが、えー、コアな、えー、ビジネスではないでございますがこれは、えーまあ、この、えー、我々の取引所の一部ということになっておりますまあ実際にその物理的なその契約が されない物理的な必要、あの、取引ではないでございますね。一応、その、まあ、電子的な取引と言いますでしょうか、何か物々交換というような、あるいは何かが交換されるというものではないんです。えー、ま、このような、その大きな移行機関ということになりますと、移行プロセスということになりますと、えー、やっぱり、えー、その政治の役割っていうのも大きな課題になればございます。まあ、立法、えー、機関でもありますし、えー、政治は、 その税金あるいはその環境においていろんな前提条件を設定するわけでございます。しかしながら基本的にはその電力会社の役割も大きいわけでございます。一応議会とかが決めたことをきちんと採用しなきゃいけない導入しなきゃいけないわけでございますし。その 議会が出したその決定によって発電設備などを構築していかなきゃいけないということでございますで、このエクスペクテーションって書いておりますが、えー、この分離が行,行われるときにはどのことどういうようなことが予想されるかということであります まあ先ほど申しましたように、えー、確かにこの分離ということになりますとやはりその、えー、電力会社などからの,その抵抗というのはある程度、えー、予想されたわけでございますしそういうような社員とかの,予想あの抵抗もあったわけでございます。まあ電力会社全体におきましても多少抵抗があって一般の国民はそんなによく分からないというような中立的な立場を取ったのではないかと思います。 しかしながらその結果としてはどういうような良いことがあったかということがございますが、えー、まあ過剰発電能力を削減することができましたし、より良い価格、より良いサービスがそのエンドユーザーであるお客様に提供することができました。まあ、取引も盛んになりましたので、 え、まあ EU というそのえ統一した市場えということもありまして、え、やはりその経済的なそのメリットがたくさんあったということでございます。そして非常にその効率的な、え、その、え、まあ、マーケットプレイス市場、先ほど申しました、その、え、電力の取引市場というのがきちんと確立したわけでございます。ではじゃあ、どういうような課題が残ってるかっていう、残ったかということでございますが、やっぱり一番大きな懸念材料といたしましては、え、その、えー、 供給の安定ということでございましてこれは基本的にその、えー、デザインをシステムの構築をきちんとすればではない良いのではないかと思います。でも市場に任せるっていうことになるわけでございますが本当にそれでは大丈夫かというような不安がなくもないと思うんでございます。まあ以前のスピーカーの中ではドイツのお話があったんでございますがスウェーデンにおきましては TSO そのえー、法律に義務付けられてるわけでございます。一定の,その予備電力というのを必ずその準備しておかなきゃいけないということでございます。えー、これはこれは消費削減の予備電力というものと発電の、えー、予備電力というのが必要でございます。えー、その後者なんでございますが必ず ある程度、その、投資を確保するということでございます。あんまり非効率的な、少し非効率的な、その設備を持っているプロデューサーがいたとしましても、そこに、あの、廃業にならないためのある程度投資をして、必ずその予備電力を確保するということになります。そしてまた、消費者のその削減ということでございますが、電力削減ということでございますが、 一定の、その、消費者に関しましては、その、電力消費を必要な場合には、削減してもらえるような体制ということでございます。で、ふ我々におきましては、自然エネルギーが非常にえたくさんあるので、非常に騒いしているわけでございます。水力、発電が非常に、え、ー 十分なその設備があるということでございますそしてまた、えー、基本的にはその需要側が、えー、ある意味でその市場をうまく規制するというところがあるわけでございますそしてまた2つの、えー、システムがあの共存するというようなことでございますがこれをうまく、えー、機能できるかというふうに、えー、よく聞かれるでございますがまあ、えー その北欧におきましては3つの市場が実は共存しているわけでございます。リトアニアはそのベルルスとロシア、えー、と一緒に、まあ、同期化しているようなシステムがありますし、またフィンランドは、えー、えー、は、 他のその他の国々とその同期化しておりますし、デンマークの一部はそのヨーロッパの他の国々と同期化リンクされているというわけになりますですので、そうやってまあ三つのまあ同期化しているとシンクロナスの市場が共存することが十分であるということでございます。参考にしていただければありがたく思います。Thank you, Michael. For メキアールさんありがとうございます。非常に明確に。 スウェーデンの TSO のその役割についてお話ししていただきましてありがとうございます。すべてのプロデューサーにフェアアクセス、グリッドへのフェアアクセス、市場へのフェアアクセスを確立する大きな大事な役割を果たしているんでございますね。そしてその受給のその調整もこの取引所を通してうまくコントロールできているわけでございます。そしてまた、 長長期的なそえー、その、えー、必ずその、えー、予備電力を確保するえー、ということ例えばその、えー、廃業に、えー、なってもいいような非効率的なその電発電設備を、えー、支援しながら予備電力として確保するというそういうのいろんな話がありましたので大変参考になるのではないかと思いますありがとうございます。 では次に、今度はドイツの方 TSO である 50Hz、5 0ルツからお話をしていただきます。ドイツの場合には、国内に複数の TSO、 この放送電系統運用者があるということでありますけれども、それでもうまく機能できるし、また非常に多くの再生可能エネルギーが導入されているという例についてお話しいただけるものと思います。ボリス・シュヒトさん、50Hz の CEO です。 トマスさんありがとうございましたそしてまたこのご会場の皆様非常に興味深い会議にこの場でお話をできるような機会を与えてくださいましてありがとうございましたまず我々の方ケースについてお話をいたしますもうすでにドイツでは非常に目に見える形で採石の可能エネルギーが導入されておりますのでそれがエネルギーシステムにどういったような その意味を持ってるのかということをお話をしたいと思いますまたそれによってエネルギーシステムにどういったような変化が現れたのかそしてその放送電分離をするそして重化をするということについてどうやってそれによってのこの自然エネルギーのシェアが上がっていったかということについてお話をしますまず我々の会社についてお話をいたしますけれどもこれはヨーロッパ で、まあ、完全に発送電分離がされた TSO グループに属しております。 このアンバンドルが進んだことによりましてこういったような形態の企業が生まれてきております。国有企業も多いのですけれどもドイツの場合には我々はこれはスウェーデンの会社である統合がされた会社に属しておりましてそこからベルギーの TSO に売却されたという経歴がありました。現在は このようにこの二つのグループの資本が入っております。この50ヘルツという企業であります。あまり数字を申してもしょうがないと思いますけれども、いくつかまあ興味深いものがあると思います。まずこの地域ですけれども、ドイツの約三分の一の面積をカバーしております。三分の一ということで、そしてエネルギー消費については20パーセント。 もうこの。Like, oh, 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 oh. の使用であります、えーまあ、ほとんどがあ、まあ、以前の東東ドイツの地域をカバーしているわけでありますが、えーまあ、ここではもうすでにドイツの風力発電の40%がこの地域にあります。非常にその方は工業地帯であるということでもありましてそしてこの30%以上が再生可能エネルギー。 でえられております。えまた化石燃料を使っている発電所も非常に多くこの地域にはあります。えこの数字をお見せしておりますけれども、今日でもすでに 50%の、全体の設備容量の50%については自然エネルギーを使っているということであります。ですので、この自然エネルギーでも非常に安定した電力を供給することができるということがこれで示されております。 で、また、故障率も非常にまあ低いということで、その点については大変我々は誇りに思っております。えー、ですので、私からの最初のメッセージですが、我々のこのエリアとなっているこの地域では、すでに自然エネルギーのこの導入が世界で最高レベルになっているでありながら、きちっと機能しているということであります。で、ここでは、このドイツの北部 ということでありますのでまあ、風力がかなり魅力的なものになっておりますで、これは過去10年間に開発されたものばかりでありますしまた今後10年でも同じような形で拡大していくであろうと考えております政府あるいはその社会案がこういった自然エネルギーへとま移行してほしいということを願っているわけですので今後も変わらないで拡大していくであろうと言ましょうでも もちろろろんいいな課題はあります自然エネルギーをこの方入れるためには例えばその天気予報をどのようにするのかということも学ばなければなりませんでしたしまたその系統で何が起きているのかそこにどれぐらいの自然エネルギーが使われているかということについても学ばなければなりませんでした。またその従来型のの発発電電所で発電するもの はどれぐらい供給すべきだということも学びました。で、まあ今やあこういったその従来型の発電所で。 はあその柔軟性というものが確保できるわけです。例えば風力が足りないときには、まあ石油あるいはその石炭火力がまあ短期間で切り替わって供給ができなければいけません。例えば秋のこの時期ですと、まあ15分単位でこの8800メガワットのシステムですけれども、まあ15分ごとにその風力からの供給 呼吸が得られる、あるいはそれが得られないといったようなことが起きるわけであります。これが1万から0になり、また0から1万になるといったような非常に、えー、その起伏の激しいこの発電であります。 でマハ我々は、先ほどの地図でお見せしたよりも、さらに自然エネルギーを導入すると。そのために、送電網をさらに拡大していこうと思っております。ドイツの南西部へのマハーも必要になります。 元々のこの自然エネルギーが開発が行った時には、その消費地の近くにこの大型の発電所を置こうということでありました。ライン側ルール地域でありますと、まあ短距離でその電力を供給するというようなことを考えた上での送電網が張られていたわけであります。しかしながら今現在、 えま、ヨーロッパでは長距離の再生可能エネルギー権の電力の供給ができなければなりません。例えば、北欧でえま非常に設備容量がま拡大しております。でそれを使えるようにさらにこの新しいえ、送電細胞が必要になってくるわけであります。で、今までの経験ですけれども。 このように統合化された世界であるということになりますとインフラについての投資がを組織するということが非常に難しいということは確かにあります。こういったその統合化されたこの世界になりますとこれはやはりその地震の地域にしか関心がいかない。それをより遠い ところまでにこの電力を供給するということについてあんまり関心がないわけであります。しかしながら、まあこれでまあ複数のその中立的な TSO がまあ出来上がったことでそれも変わってまいりました。まず、まあヨーロッパではいったような政策が取られてきたかということでありますが、まず発送電分離をするというテーマがありました。まあこれはやはりその北欧の国々 そしてまあイギリスなどが最も先にそのスタートを切ったわけであります。1996年97年頃にその自由化をするということが決められたわけであります。ただもちろんヨーロッパ内でも自由化されていない国あるいは地域はあります。ということでヨーロッパ全体が自由化されたというわけではありません。この発想で分。 分離というのがまず一つのステップであったわけで、でこれがその自由化のこのステップのまあ当初の何箇所かで起こられてまいりました。でまた EU としましてはこのおお電力自由化指令というものを出していたわけですけれども、本当のその発送電分離が始まったのはほんの数年前だと言えるかと思います。でヨーロッパでは。 実際にこれをどのような形で実現してきたのかということであります。今までのヨーロッパの経験を見ますと自然エネルギーを導入をするためにはやはり自由化された市場とそれから発送電分離が可能になっていなければなかなか再生可能エネルギーを導入することができません。これはコーベリエルさんが最初におっしゃった通りでありますけれどもどうしても もその方で規模なま電力会社のま反対があったということがあります。まあ、こういった大手の電力会社はま最初からえこの挙動をしておりました。で、まあ、私もまその当時はま若いエンジニアであったわけです。けれどもま先ほどお見せしたような。こういった自然エネルギーの。方を 成功というのは、まあ、その当時は、とても想像できなかったでしょう。で、まあ、これが可能になったというのも、その発電と、それから送電を、ま、明確に、この、分けて考えたということが、そのベースになっております。この、送電分離については、ドイツはそれほど早く進んだわけではありません。で、ただ、ドイツで決,、ま、決められたのは、 この次世エネルギーについては必ず市場へのアクセスを可能にするということをドイツで決めたということでありますでこれをより効率よくするためには市場制度を用いた形のものが必要になるということでやはり再生可能エネルギーを使えるようにするためにはどうしても明確な発想点分離が必要であると言えます。また もういくつか他にも課題があります。で、そのためにはまずその市場がこの形成される、そして市場ルールに従っていかなければならないということでありますけれども、まこれはまだまだです。ま各国がこの再生可能エネルギーに対して補助金システムを持っているということがたくさんあります。そしてまたこの方。 シャパシティ市場といったようなものについて考えるについてもそれぞれの国で異なった市場を持っているということになりますとそれはなかなか統合化は 難しい、えー。ということで、えー、まだまだ近い将来で、えー、のおおお市場統合というところには至っておりません。えー、またあ、この再生可能エネルギーを、えー、自由化市場で、えー、使えるようにするためには、需要側、需要サイドでも、えー、柔軟性が必要になってまいります、えー。で、このことをどうしても忘れがちなんですけれども、 自由化されたこの市場でも自由化された市場は完全に規制されたこの市場よりは良いと思うわけでありますけれどもヨーロッパの経験を今までのものを見てまいりますとこの 発電側に対してもこの自由化によって様々な効率改善が見られるようになってきたというメリットはありますただ自由化された市場であったとしてもこの新たな 発電能力を判断決断するときには必ずしもこの市場形成について考えずに投資がされているとこれはその自然エネルギーについて言っているということではなくこれは従来型の発電設備についてもしているんですがまずこれについての定義というものがさらに必要になります。デマンドドサイド 電の、まあ、管理をするためにはスマートグリッドスマートメーターが必要になりますしまたその消費者としても賢くな,かなければいけないまたスマート技術も必要になります。 でこの電力の消証費と、それから価格との関連連動があるわけであります。ただこの実際にはなかなかその反映がされていないということがあります。そしてまあまあ TSO というものはこのアンバンドリングがされたことによって非常に中立的なこの運用者となったわけであります。 でまたこの業界については非常にその強力なアドバイザーの役割も果たしているわけでありましてその我々 TSO の声を持ってさらなるエネルギーシステムの発展が進んでいくわけであります。で あこういったあその協会によってこのお供給をまあ安定させるというまあ責任を持っておりながらまた独立しているということが重要でありますエネルギーがねこのグリーンであるのかそれともその他何色であるかにしてもまああまあエネルギーはエネルギーでありますで我々があその扱っているその電力に対しては それは非常に中立的でありますしまたその透明性の高い仕組みの中でさまざまな意思決定をしていくということを行っております。 で我々 TSO としては、この独立した事業として成立しております。例えば日本でこのシステムが導入されるのであるならば、そういった独立した企業が必要になりましょう。ただ我々 TSO としては、ビジネスモデルとして、この業界に多くの投資をしていこうということにはコミットしております。そしてそこには様々なタイプの エネルギーが導入されるわけでありましてそれに応じてインフラも変化していかなければならないとで我々 TSO は、まあ、いずれもそういった変化に対応していくということについてコミットしておりますしまたその変化が可能になるような努力を惜しみません。 ということで我々はその EU の,この政治家あるいはこの各国のエネルギー担当者に対して EU のエネルギー目標を満たしていくということについて約束をしております。 でまあ、我々はまあ様々な経験を積んでまいりましたので、それについて少し、まあ、皆様方とお話ができればと思っております。私はこういった内容についてのディスカッションにはオープンでありますので、ぜひともそのような議論に関わらせていただきたいと思います。そして、このアンバンドリングがされた世界になれば と思ってますありがとうございました。えー、シューヒトさん、ありがとうございました。今説明していただきました、経験についてでありますが、これは日本に向けても非常に意味合いの重要なものだと思います。まあ、当初は、この大手の電力会社が、この大型の風力ですとか太陽光発電は、とても導入できないということで反対が あったということでありますけれども実際にはそれが可能になったということであります。 まあ、一つ前の世代であれば、まあ、これは、まあ、無理だとは言わないにしても、非常に難しいというようなことをまあ言いがちであります。ですけれども、まあ、こういったような、まあ、太陽光あるいは風力発電を持って、この方が関わるというのを楽しんでいるプレイヤーもいるわけであります。この発想電分離ができたことによって、風力ですとか、まあ、太陽光発電、 業者がこのフェアに扱われるそして古い昔の,その電力会社からの,この反対に合わずに済むということになります。でこういった TSO その送電網の所有者あるいは送電運用事業者というのはやはりそれでも独占ではあります。ただ誰もも 平等に扱うというようなあこのスタンスはあるわけであります。でこの電力のま発電あるいは販売についてそれを監督している機関というものがあります。でまあ、送電もあるいは系統がすべてのお客様を平等にま扱うということについて監督している役所があります。 ではアネグレット・グレーブルさんはドイツネットワーク規制庁の <laughs> からいらしております。 では自然エこのオーデンベリーさんそれからシュシュトさんからスウェーデンとドイツの送電会社あるいは送電会社のこの規制につきましていろいろお話をしてくださったわけでございますので私の方からはこの規制機関としてはどんなことをしているのか ということを説明していきたいと思いますビーネッツアというのがこれは日本語で言えばドイツ連邦ネットワーク規制庁であるわけでありますでエネルギー政策を打ち出しておりましてドイツとしては新しいエネルギー政策エネルギーベンデと言いましょうかエネルギー大転換という政策を打ち出しているわけでありますビーネッツアとしては新たな権限が与えられている でありますのでネットワークの開発を進めているという状況なわけであります。それからさらさに この2011年に法律が変わったということでありまして、そのネットワークの開発計画2011年12年失礼しました。をこれは協議が行われて、そしてこれに基づきまして送電網の拡充を進めているわけであります。これによりまして再生可能エネルギーについて続々と受け入れるということが可能になるわけであります。エネルギー大転換というのためにはこれがあそのネットワーク送電網の拡充 が必要なわけでありますもちろんこのような開発とそれから大転換ということも継続中ということでありますのでまだまだその最終的にこれが成功かそうではなかったかということにつきましては結論は出てないということであります。でヨーロッパ連合といたしましてもその新たな規制というものをしているわけであります。そして競争を促すというような規制をしているわけであります。 そして、えー、規制されております機関に対しまして、会社に対しまして、まあ、一定の,、えー、この規定があるわけであります。ですので、競争を促すという方向に、えー、この、えー、監督がなされているわけであります。それから b n e t ーにつきましては、えー、この独立した機関、えー、規制当局ということになるわけであります。えー、ただし、えー、そして複数のセクターにつきまして、監督をしているわけであります。ただ単に、 エネルギーだけではなく送電網だけではなく例えば他の規制分野といたしましてはこの通信郵便そのが電力ガスそれから鉄道も合わせまして我々としては監督を行っているわけであります。そしてさらに経済技術省これは連邦の省でありますけれどそのもとに置かれているわけであります。 ですよね、カウンターパートとしては日本の経産省があります。しかしながら、そうは言っても、その連邦経済技術省の一つの機関ということでは決してありません。我々の予算は全く別でございます。まあ、いろいろな責任ということが管轄があるわけであります。そして職員が2600ということになるわけであります。そのうち200がエネルギー 規制にを担当しているわけでありますこれはさらに240名の、えー、電力とかガスの、えー、この送電網あるいはネットワークの計画立案のためにスタッフを、えー、募集しているという状況なわけでございますこれが組織図でございますそして で先に申し上げました通り全く別のその役所とはその連邦経済技術省とは別の役所の中になっているわけであります。それからその B ネッツ R のトップには総裁が総裁と副総裁がおります。そしてそれに諮問委員会というものがあります。そして独立性を確保するために。 この総裁と2名の副総裁の任命の仕方につきましてもいろいろ配慮がなされているわけでありますですので諮問委員会がその答申をし提案をしまして最終的にはドイツ国の大統領が任命を行うということになるわけでありますですのでその諮問委員会といたしましては議員その上院議員それから下院の議員からなっているわけであります で,で民主的なコントロールになっているわけでありますしかしながら個々の決定に対しましては横槍を入れることはできないわけでありますでここで重要なのはかこの諮問委員会からは全く介入はございませんしそれからさらに、えー、この議の、えー 技術、その経済技術省から、まあ、日々の業務につきましても横やりを入れるということはできない、入れさせないというようなしっかりとしたあの、その障壁があるわけであります。そして、この規制、機関といたしましては中立的な決定を下しているわけであります。そして、それに至りました反論をしたいということであれば、それは、まあ、あの司法の場において行うわけであります。 決してこの規制機関我々ビーネッターに対しましてロビーングをするとか、えー、陳情をするとかってそういうことは許されないというのがドイツでのまあ通常なわけであります。ですのでそういう意味で独立性が確保されているわけであります。あるいその政治からのその独立性もなされてなければなりませんし我々が日々行っております決定につきましてもそれを覆すために。 なんか働きかけをすると、そ、え、う、ー、いうこともできないわけであります。ですので、えー、そのいろんなプレイヤーから、子、えー、企業から影響を及ぼすということもできないわけであります。 ですのでその事故のもちろん、えー、事柄についてもそうでありますし、えー、その事前に制度を決めるということにつきましてもこれは、えー、そのあ一旦我々が決定いたしますと、えー、これを覆すということは決してできません。唯一それに対しまして反論があるということであれば司法の場においてであります。そして、まあ、こういうようなあ体制を取ることによりまして遅れがないようにということになるわけであります。もしお何かお これがあるということになりますとその既得権にとりまして大変有利になってしまうわけでありますということは既得権を保有して有持っておりますそれは電力会社にとりまして有利になってしまうというからでありますで、これはちょっと割愛いたしまして実際その規制をどういうふうにしているかということでありますここで申し上げたいことは バリューチェーンの全てについて監督をしているわけではありません。ですのでその卸売りのレベル供給のレベルということにつきましては競争が導入されているわけであります。これは誰が、まあ、どの機関が監督しているか監視しているかということになりますと。 連邦カルテル局が行っているわけであります。あるいはまあ、今日ドイツにおけます。まあ、えー、独占禁止法、えー、独占禁止、えー、委員会とあるいは局がか管理をしているわけであります。で、我々は何を見ているかと言いますと。 これは卓葬、えー、を行っております、えー、送電それから配電網ということになるわけであります。これそう配電網ということにつきましては一つの自然な、えー、独占ということになるわけであります。でですので 最も重要なポイントとしてはやはりその発送電分離が,が行,な行ってきたわけであります。ですのでこの発送電分離によりまして発電会社として送電網に対する影響力を除去する切り離すそこに壁を設けるということがなされてきたわけであります。ですのでネットワークアクセスに対する規制ということにつきましては公平に行って誰でもそのアクセスに対しまして して接続ができるようにするということをしてきたわけであります。ですので。 これはこの発送電分離とそれからネットワークの規制ということにつきましては別々に行うことができますスウェーデンでは一気に行いましたそれからドイツにつきましてはそのちょっと時間を置いてほんのわずか時間を置いて行ったわけでありますですのでアクセス誰でもアクセスができるという義務をその TSO に対して課すということにしなければならないわけであります もしオペレーターが、もしああ、ある会社に対してアクセスを与えないということであれば、b ネ e t ーとして、それをしょ立証して、そして、えー、この、えー、TSO として、アクセスを与える義務があったじゃないか、それをしなかったじゃないかということを、その、立証して、そのアクセスを与えると、えー、アクセス、ネットワークについて、これを開くということになるわけであります。それからさらに、料金につきましても、規定をしているわけであります。 ですのでその料金につきましてはこれは事前に決めてそれを取り締まるこれを適用するということをしているわけになりますですので原価が十分回収できるようにいような料金にしなければならないわけでありますそしてそれによりまして送電網に対する投資というものも促さなければならないわけであります。それからさらさに 適切なその利潤というものが得られるようなその水準にしなければいけないわけでありますアイディアといたしましてはその全ての玄関につきましては効率的に改修がなされプラスその設備投資が適切に進められるということが必要なわけでありますですので送電網につきましては効率的に運営がなされるということが必要なわけでありますし必要なところに送電網について設備投資が進められる とということが保証されるわけであります新しい投資がなされるということを保証しなければなりません特にその送電網につきまして一定の耐用年数が経ているというところもあるわけでありますしあるいは送電網につきましてリストラクチャリングも必要なわけであります。今現在ドイツの総電網につきましては その構造を改革したりその送電網の強化を進めなければいけませんもう前にもこのスライドをお見せしたかと思いますけれども4つのこの送電網会社があるわけであります。 え、そしてこれがまあ大手の4社であって、そしてより低いレベルにおきまして。その中小の歯その配電会社送電会社があるわけであります。この4社が発送、電分離が進められているわけであります。もうすでに。 4, 4社のうちの3社につきましてはその発送電分離がなされているということを認定しているわけであります残念ながらテネットにつきましてはまだ発送電分離がなされたということが、えー、承認されておりませんでテネットにつきましては十分資金調達ができずその設備投資が進んでいないという問題があるわけであります RWE とか アンプリオンとかそれから5 0ーツはもうご存知あの前の趣旨シシトさんが説明した通りであります。もう全てこの3社につきましてはこの発送電分離が済んでおりましてその認定がなされております。では福島の 原発事故の後何がドイツにおいて起こったかということについてご説明していきたいと思います。そしてさらに日本に対しましてどんな教訓があるのかということについても触れていきたいと思います。ご存知の通り、このドイツにおけます最も古い8期の原発につきましては、福島の原発事故直後におきまして操業を停止するということを決定したわけであります。それからさらに、 再生可能エネルギーにつきましては2050年までに80%に引き上げるということを決めたわけであります。前にも説明があったかもしれませんけれども、これはもちろん、その送電網の安定性に対しまして大きな影響があるわけであります。ですので、ビーナッツアートしてはこれを分析いたしました。えそして、この報告書につきましてはホームページにも載せております。そして、 ボラトリウムその、えー、原発の操業停止ということにつきましては、速国メルケル首相によりまして行われたわけであります。そして今でもこのボラトリウムその操業凍結ということは続いているわけであります。ですので、二千二十二年までにはできれば原発すべて停止をするということが目標になっているわけであります。 もちろんその操業停止というのはまあ一夜にして決められたわけでありますけれども、そのある意味ではそのこの政治的なプロセスというのはもっと長くかかっていたわけであります。ですので再生可能エネルギーを推進するということにつきましては全政権によりまして行われたわけであります。え社民党、緑の党によりまして行われたわけであります。そしてメルケル首相は2009年に再選されまして、えこのアプローチを転換しました。逆転させたわけであります。 ですので原発につきましてはもう少し長期間にわたりまして創業を許可したわけでありますしかしながら2011年になりますとメルケル首相はその福島の原発事故を見まして本当に大きなショックを受けたようでありましてこれによりまして一夜にしてこの原発の操業停止操業凍結というものを決定したわけであります。でですので全政権が決めた政策 逆に戻ったとということが言えるわけでありますでここで重要な点といたしましては多くの法律の書き直し修正というものが必要,な必要になってきたわけでありますえそしてえ議会をこう法律を通過させたわけでありますえこちらがエネルギーパッケージえ、まえー、エネルギー関連法の一覧であるわけであります。 この8つの法律あるいはその法律に対する修正が2011年におきまして採択されたわけであります。そして2番目の法律によりましてこの送電網の拡充が促進さなければならないわけであります。ですので速やかに送電網の拡充のための創始がなされるというなされなければならないということであります。 その10年かけて、えー、その計画を立てて投資をするということではなくもっと速やかに加速して時間をかけずにその送電網の拡充ということをしなければなりません。ですので、まあ、許認可制度許認可の時間ということにつきましても短縮するということがここが書いてあるわけであります。それからーーナツアーとしては いろいろ新たな権限も与えられたわけでありますですのでこのエネルギーその産業法によりましてこのビーナッツアート、えー、共同規制機関ということになっていったわけでありますですのでこれは EU の 第3のいきな市場指令がドイツに適用されるということになったわけであります。それから2050年までにこの再生可能エネルギー80%にするということにつきましては、この EEG と言いましょうか、再生可能エネルギー法に書いてあるわけであります。それからさらさに あといくつかの法律もございますあるいは法律の修正もあったわけであります。ですので再生可能エネルギーを推し進めるとかそれからさらに第3の柱、まあ、今朝ほどはそういうふうに言われたわけでありますけれども省エネ、えー、エネルギー効率性を高めていくということも、えー、その政策と訴え上げられたわけであります。これれれれはもももうすでに他の方も触れられましたけれども 今現在、今現状どうなっているのか説明していきたいと思います。そのドイツにおけます再生可能エネルギーにつきましては2011年末で20%に到達しているわけであります。そして今現在は22%になっているわけであります。ですので、まあ、この方程式の部分につきましてはうまくいっているというふうに例と思いれと思います。ででですのでここでは 特に原発をその再生可能エネルギーがとって変わっているわけでありますし化石燃料をからその自然エネルギーに切りり替えているわけでありますやはりその石炭とか活炭など化石燃料ということになりますと大気汚染を起こすということがあるわけでありますので再生可能エネルギーが拡大しているわけであります。 その自然エネルギーをが続々と建設されているわけでありますのでここで重要なのは送電網の強化とということになるわけでありますでは基本的な部分といたしましてはもう今朝ほどもすでに触れられていると思いますけれども。 ド,ドイツを見ますと発電されているところとそれから消費地というのはちょっと距離があるわけでございますほとんどの自然エネルギーはその洋上の風力で発電されているしかしながらどこで消費されているかといいますと、まあ、自動車産業などなどは南部あるいは西南部になっているわけでありますですので南北の軸での送電網を強化しなければいけないわけであります こ,れこの計画としてはこのようになっているわけであります。そして ネットワークの開発送電網の開発計画につきましてあの TSO と協議いたしましたこれは EU の指令に基づくものであるわけであります今現在のこの直流の送電網につきましては2800キロでありますけれども新しいの13001300キロ建設をするということでありますしそして直流のその えー、リンクをするということでありますそして2000これは2100キロに及ぶわけでありますそれからさらに、えー、既存の 回廊につきまして強,強化すると、えー、これは交流の方ですけれども交流につきましても、えー、これは強化するということでありますこれはドイツの南北をつ,つなげるものであるわけであります、えー、ビーナイツアーといたしましてはこの計画については承認しておりますそしてこの計画につきましては現在この経済技術省に提出されておりますそしてそれに基づきまして今現在法制化しております ですので、すのこの法制化することによりましてそし,そして各議会議会において採択されることによりましてこの計画が完全に法律になるということでありますですので一旦この計画が法律になるということであればその法的拘束力があるわけでありますですので送電網会社としては投資をしなければならないということでありますそれからさらに BNETR としては送電網 につの計画、それから許認可につきまして。ビーネツアーが完全にこの権限が与えられるということであります。今までは、その送電網の計画立案、それから。この許認可につきましては、その州、まあ、レンダーが持っていたわけでありますけれども。そのような、この計画立案、許認可につきましては、ビーネツアーが一括して。持つということに、この今回の法律によりまして、なったわけであります。 ありますですので今現在こういうような状況であるわけでありますでこちらがこの南北のこの軸を見ていただければと思います3本の高圧電線高圧送電線とがこれは作られるかあるいは強化されるということでありますですのでまあ、国民の8割がこのエネルギー大転換を支持しているわけでありますでもちろん ですのでこのまあ総論は賛成だけれども若干この、えー、徐々に現実味を帯びて、えー、格論になってくると反対も出てきて出てきてないわけではありません。ですのでやはりその勢いを維持するということが必要なわけであります。ですので「ヴィーナッツアー」の役割としてはこのコンサルタントとしてあるいはワンストップショッピングとしてその規制とか許認可などにつきまして「ビーナツアー」に行けば全てできます。 切るんだというようなそういうような窓口になっていかなければいけないというふうに考えるわけであります。それによりまして全体的なプロセスをにつきまして加速化できると思います。でもちろんししまあに市民としてはまあ忍び精神がないわけじゃありませんので、まあそういうような忍びの気持ちをうまく吸い上げて、えー、そのそれがあ紛失しないように、えー、いろいろ対応しながらこの送電網の建設なりあるいは強化を進めて。 いきたいと思うわけでありますですので そうね、もちろん各 TSO 各プレイヤーといたしましては、えー、自らの役割を果たさなければなりませんしそのプロセスを、えー、速やかに進めるということが必要なわけであればそ,それをしない限りこのエネルギーウェンデ、えー、エネルギー大転換の成功を収めることはできませんですので今勢いがありますのでやはりその,、えー、その勢いというものをその保たなければならないと思っておりますありがとうございました これでヨーロッパのその、えー、規制をし直すということに関しまして3人のスピーカーがいろいろ触れてきたわけでございます。まあ、できるだけその競争を、えーまあ、市場に導入するっていうわけだったわけでございますが、えー、市場を例えば発電の部分に分野に導入することにより まあ第一ステップとしては大変重要だったわけでございますしかしながら、その送配電分離というのもとても重要な、不可欠なものであるというお話も出たわけです、スウェーデンとドイツでは違う形で行われたわけでございますが、北欧の方ではその所有権までその分離するというようなことがあったわけでございます。そして、国有、 されておりまますすす会社がが、まあ、グリードを運営するなどがわけでございます、えー、そしてさらに、えー、各国におきましてはやっぱり政府が、えー、そのオペレーターの方にそのグリードのオペレーターのにとおりいろいろ義務を課するわけであるという話もあったわけですそれによってその供給への安定化を図るというわけでございます。 そして基本的なその政治家が目標としておりましたことはやっぱり国民がそのメリットを享受できるということであります。そしてまた地域に国によってはやはりその発電能力ということにも関わることでありますので やっぱりその発電の所有権なども大きな課題になってきたという話も出てきたわけでございます。で地域によっていろいろ、まあ、その違いがあるわけでございます。さっきそのオデンベールさんがお話したわけでございますがソイルのことを説明したわけでございますがドイツの方ではいろんなそのグリッドがをあの見渡している監視しているようなあの、えー、当局が それを監視するということです、いやそう違うんですが。ですからそのデンでもドイツでも、あ TSO が基本的にやるということでございませんドイツではその監督官庁が、えー、まあそれをその、えー、チェックするというところでありますが、えー、ドイツとちょっとオセアアの両方でもやっぱり TSO がその責任を持って供給、えー、をまあ安定した供給を確保するということであります。そうですね。ドイツの方ではそれを必ず TSO があのやってることかということを確認してるということありますね。 では今後、えー、日本ではどういうふうに、えー、この市場は変わるのかというお話になるわけでございますが、えー、広志高橋宏様は、えー、欧米の状況をいろいろ調べたわけでございますので、えー、今度日本についてお話します。 最初にお詫びから始めなければいけないんですけれども、私のプレゼン資料はお手元にないと思います、あのよくあの待ち合わせの時にもです、ね、遠くから来る方ほど早く来がちで,です、ね、近くに住んでる方は遅れるということがよくあるんですけれども、まあ、そのような事例ということで、お許しいただければと思います、あのこちらの方を後でアップされると思いますので、後でデータは手に入れられると思います。 で、えー、ここまでですね、えー、お三方ですね、えー、送電会社、TSO2 社、それからあネットワーク庁、独立規制機関、これ、いずれもですね日本には今、存在しないものなわけです、送電会社もなければ、独立規制機関もない。ででた、えー、たまたま本当偶然なんですけれども あのスベンスカ・クラフトネット、それから5 0ルツそれからドイツのネットワーク庁、私、すべて訪問をしたことがあります、すべてお話を伺ったことがあります、まあ、そういう先進事例を踏まえて、ですねじゃあ、日本は今後どうするのかというのが、私に与えられた題になっているわけです。で電力システム改革 日本でもですね1年前から委員会で議論をしてきているわけですが、もう一度ですね、どうして今、こういう議論が起きているのか、冒頭あの、オーデンバーリさんからも話がありました、世界各国がですね90年代からこの議論をしていて、日本も決してですね遅れてはいなかったわけです。しかし、ここ10年ぐらい、日本でこの議論は完全に停滞をしておりました。しかしながら、それは何も問題がなかったからではないわけです。 この上の方ですね、以前からさまざまないくつかの問題がこれあったわけです、電気料金がまだまだ高い、それから家庭が電力会社を全く選べない、あるいは大口の企業などはですね選択肢があるとなっているんですけれども、実質的には選べない、それからこのセッションからすれば、やはり再生可能エネルギーが全くなかなか普及をしないと。 でまあ、この原因としてはですね、まあ、この辺の上の方の問題について言えばやはり独占であるとこれはまあ法,定法的な独占もあれば事実上の独占もありますけども競争がないそれから再生可能エネルギーが普及しないあの午前中にも散々議論をされましたけれども送電網が開放されてないという問題が以前からあったしかしながら多少まあ電気が高くても停電がないんだから。 日本の電力システムは最高品質であるということでですね消費者我々もまそれを容認してきたという面があったと思っていますところが311の後でですねこのような問題が表面化をしたとこれが電力システム改革のこの度の議論のですね出発点となったわけです一つには原発がたくさん止まりましたしかしながらまだですね電源というのはあったわけです しかしながら、例えば自家発電、工場とかの自家発電とかがうまくグリッドにつながれず、あるいはマーケットに出てこれなかったという話、それから西で余っていた電気が十分に東、関東に送れなかったという話、それから供給が足りなければ、当然需要を抑えるしかないんですけれども、普通はです、ね、価格を上げるわけです。電気料金を上げれば、需要は下がります。 非常に単純な原理なんですけれども、そういうです、ね、ことがうまくできなかったということなわけですね、えーっと。そういう問題ですね、地域間の送電網が細いとか、広域運用されないとか、あるいは価格メカニズムが十分働いてなかったと、価格メカニズムが働かないということは、実は、 システムは安定ではないということに我々は気づいてしまったわけですだからこそ電力システム改革をやろうという話になって1年間議論をしてまいりました でその結果がですねこちらです、あの午前中に、え h 町からですね、えー、ご報告があったと思いますが、あ2月の初めにです、ね、で、えー、こちらの審議会で、えー、最終的な答申がまとめられまして、いわゆる工程表というものがあ、まあ、発表をされましたあの、これからですね、n h 町で,ですねこの電気事業法ですよね、今国会に改正案が出されます。 そして小売りの全面自由化も進めていきますし、このあたりは送電モノの開放の件ですよね、広域系統運用機関を作って、それから法的分離をやっていくという話、さらに発電分野でもさまざまな競争しなければいけない、それからすべて全体的にです、ね、これを監視、促進するために、規制機関、独立規制機関を作ろうといったような話になっているわけです。 でえー、ここでですねもう一度振り返っておきたいのが、やはり発送電分離です。やはり発送電分離がですね電力システム改革の一番の、まあ、骨子であり、鍵になると思われるからです。で、こちらの左側ですね、これが今いる現在の発送電一環の状態なわけです。で、これでは送電網、独占インフラというものが自由に使えませんよということで、この右側ですね、法的分離をしましょうと。 で法的分離というのは残念ながらここにいらっしゃるスベンスカークラフトナットとかフィフティヘルスとは違って、まあ、その事前の前段階なんですけれどもとはいえですね持ち株会社というのを作ってで持ち株会社の下に発電子会社や送電子会社というものを位置づけると今の NTT さんがこのような形になっているわけですね NTT 東西のような独占部門とですね NTT、例えばドコモとかコムのようなです、ね、競争部門を分けましょうと。 でしたがって送電会社は所有関係でいうと同じグループにあるわけですけれども独立で,ですね登記される会社になりますので中立性が高まるんではないかということですしかしながら日本にはですね10の一般電気事業者がありますのでそのままですと10の送電会社がこれできてしまうとしたがって域内のいわゆる中立化はある程度進むかもしれませんが今もう一つ必要なのは広域化 なわけです日本全国で電力を融通し合いましょうと、それをやるためにですね広域系統運用機関、これがまあアメリカの ISO にまあ相当するようなものとお考えになったらいいと思うんですけれども、地域間連携線の運用をですねする特別の中立的な機関を別途、全国規模で作るというのが今回の答申の内容なわけです。 でこれについてはです、ね、今でもやはり根強い反対論、会議論というものがあります。これは委員会の場で実際に電気事業連合会から出された資料から取ったものなんですけれども、まあ、技術的には可能であると。しかしながら、まだまだ検証しなければいけないんではないか、検証しなければならないんではないか。で、プラスですね、今やはり原発が止まっていますので、電力会社の財務状況が極めて悪いと。 ですので、そういう時にですね発送電分離のようなことをやられたら困ると、まあ、金融市場にでもですね悪い影響があるんじゃないですかと、ですから、まあ公益系統運用機関、これはいいですよと、しかしながら発送電分離は先送りをしてくださいというのが、ですね電力会社さんの主張なわけです。まあ、まあそれにはですね当然、さらなる反論がありましてですね。 まあ技術的には可能、これはもう当たり前なわけでありまして、ほとんどの主要国が法的分離にしろ所有権分離にしろですね、やっているわけですから、技術的にできないはずがこれはないだろうと。でまあ検証すべき点が残されているいやまあそれはそうかもしれませんけれども、もう各国が10年以上前から、あるいは日本もですね、会計分離については10年ぐらい前からこれやっているわけでありまして、やはりそこはですね、時間はかかるかもしれませんけれども、まあ方針を決めた上で。 でですね、検証していけばいいではないかと思われるわけですであるいは財務状況の悪化これはですね直接関係はないだろうというのが私の考えなわけです送電網を分割する送電網は独占インフラですからこちらはですね今後もしっかりと送電インフラが守られていくようにするというのは当然なことですけれども逆に発電とか小売とっていうのはもっと競争していきましょうという話独占を崩していきましょうというような話が わけですからあここはですね電力さんにも頑張ってもらうということが必要なのかなというふうに思っているわけですでその上でですね私が今日強調したいのはまさに今日お二人のですね送電会社の CEO が呼ばれているように今後日本でも送電会社日本人には馴染みがない言葉ですけれどもこの送電会社というものが極めて重要な役割を果たすようになるということなわけです 送電会社には二つの大きな役割があります一つはまあ送電網を所有している所有して維持管理をして設備投資をするという役割もう一つは送電系統を運用するという役割この二つの役割を持っているわけです他方ですね送電会社というのはアンバンドリングされた会社ですので発電設備は持たない持ってはいけないと といいうことになっています他方ですね先ほどから何度もあります通りこの送電会社は今後も独占企業だということです。 自由化と言いますけれども全ての部門を自由にするわけではなくて、えー、っとこの独占部門送電部門というものは今後も独占的に残るインフラだからこそ競争的プレーヤーに解放しなければいけないというのが発送電部離のロジックです。でここで,です,、ね、すぐ、まあ、寄せられる批判といいうのが送電持ってない 発電所を持っていない送電会社がどうやって安定供給に責任を持つんですかというお話なんですけれどもそちらがこの通りですね基本的にはマーケットを通して安定供給に責任を持つと先ほどもノルドプールの話なんかもありましたここでもノルドプールをベースにしてちょっと図示してみたんですけれどもいずれにしてもです、ね、発電の方ですね供給の方と需要の方をバランスさせなければいけないと。 その際まずはですね前日のスポット市場で大まかに需給をバランスさせるんですよで。プラスですねどうしても当日にこれ合わなくなってきますのでリアルタイム市場でもってバランスをさせるんですよ。 でこのバランスに責任を持っているのがこれはまあ北欧の4つの TSO を書いたんですけれどもまあスベェンスカ・クラフトナットはスウェーデンの会社なわけですが4つ、まあ、プラスさらに2つっていうのが現状ということなんですけれども4か国6か国が協調してですね協力をして需給バランスをとっていると。 あの発電所を持ってないから需給バランスが取れないという話では全くなくてむしろ発電所を持っていない中立的なプレイヤーだからこそ需給バランスが取れるマーケットをです、ね、うまく機能をさせることによって需給バランスが取れるというのがこの新たな仕組みのミソなわけです。 とという,ふうに考えてきます,とです、ね、今我々は送電網を単にちょっと変えるとかあるいは原発を少なくして再エネを増やすとかいう話ではなくてまさににシステムの改革をしていいるんだととうことに気づくわけです確かに電源もです、ね、大きく集中型から分散型に変わっていくと同時にこれまではですね発電所の方で頑張って需給バランスを合わせたものをですねネットワークの力融通をする力あるいはマーケットの力を通してやって いきましょうとあるいは、あまあ供給者がすべてに責任を持っていたものがですね市場を通して、例えばデマンドレスポンスのような形で消費者にもですね関わってもらって仕組みを維持していくんだという分散的、非常に多元的な、まあ、仕組みになっていくと、これがですねまさにシステム改革の本質ではないかというふうに思っているわけです。 そして今自民党政権はですね成長戦略ということを強くおっしゃっているわけで私も全く大賛成なんですけれどもその要がですねまさに発送電分離であると発送電分離なくしてですね経済成長なしというのがですねポイントだなと思っているわけです。発送電分離がなされれば大きく2つポイントがありますが1つには送電網が解放されることによって例えば小売りの競争とが起きるあるいは発電分野において もですね競争が起きていくさまざまな投資が舞い込んで新規参入が起きてあるいはさまざまなサービスというものが増えていくとでもう一つがですねこちらの方ですねこちらはなかなか日本ではまだ認識をされていないんですが今日の3人のお話を聞けばわかると思います送電ビジネス自体がですね実は結構大きな成長ビジネスになるんではないか。 さまざまなこれまでにないノウハウですね。再生可能エネルギーを統合するためのですね、気象予測ですとか、ああデマンドレスポンスも必要でしょう。 それ様々なノウハウハが必要ですしあるいは先ほどのドイツの事例もあった通りですねドイツは確か10年間で2兆円を投資する計画だったと思いますけれども送電網の建設っていうものをやっていかなければいけないそういうことをすることによって再生可能エネルギーの導入にもつながっていくとだからこそ発送電分離がですね経済成長のためにもですね必要なんではないかということです。 こちらが最後後のページでですじゃあ今後どううなっていくんでしょうかまず第一にですね非常に短期的に重要なのは電気事業法の改正案これがどうなるかということです今自民党の部会でですね議論が行われていますかなり紛糾をしているという話がこれ聞こえてくるんですけれどもどこまで答申の内容が盛り込まれるのか法的分離はですね不足に書かれると。 で今、答申では5年から7年後にやりましょうということになっているんですけれども、ちゃんと目標年限まで盛り込まれるのか、そういうところが鍵になってくると思います、でもちろん法律が最終的にどうなるのか、でその上で,です、ね、やはり参議院選挙、まあ、いろんなことがです、ね、今、行われていて、参議院選挙までは自民党もです、ね、なるべく非常にです、ね、気を使ってです、ね、改革志向でやろうと、や,や立っていることはよくわかるんですね。 他方、自民党がですね、この前行くと参議院選挙で退省すると、まあねじれが解消すると言われています。その一途にですね、より大きな改革をやっていくんではないかと期待されていますので、えー、ぜひですね、自民党政権にはこの電力システム改革をですね、前向きにどんどん進めていっていきたいと思っています。他方ですね、やはり電力会社の状況を考えると、原発の再稼働がどうなるのか、これが財務状況に極めて強く影響をします。あるいは東京電 電力実はですね今、最も改革に前向きなのは、国有の東京電力であります、カンパニー制をですね4月1日で導入をすると、あの、まあのま議事的な法的分離をですね先んじて行うという話も聞こえています。 あるいは最後にですね独立規制機関、これがですね、まあ、2015年に政府は作ると言っているんですが、本当にどこまで独立になるのか、どれぐらいの権限を与えるのかというところが、まあ、鍵になってくると思います。まあ、こういうですねポイントを今後も注視しながら、ぜひ発送電分離を中心とした電力システム改革をですね進めていっていただきたいというふうに思っております。以上ごご聴ありがとうございました Thank you ありがとうございます、えー、欧州のディスカッションで、まあ、リレギュレーションという話がずっとあったわけでございますが、えー、オーデン・ベルさんのお話の中では、えー、産業界のお客様は非常に喜んだ、まあ、料金が電気料金が下がったということだったでございます。ベンダ 新しい、えの、投資、新しい、その、えー、ビジネスチャンスがあるということで良かったんでございます。しかしながら、その、電力会社は、どっちかって言えば反対してたっていうお話があったわけでございます。 えしかしながら電力会社の中では非常にそのえ効率性の高い非常にあの良いビジネスをやってるえ会社は自信を持ってこれからもっと儲かるんだろうというえ気持ちになってくれてえまあ前向きになってくれたんでございますが非常に効率性の悪い電力会社がまあ反対をし続けたということでありました、まあ、日本ではえどうなんでしょうか本当に誰がまだその競争を反対しているえプレイヤーなんでしょうか 80年代に、まあ、日本人の方がご存知にますけどもあの鉄道とあとテレコムでもです、ねえー、民営化、自由化というものが行われましてであの時鉄道は強く反対をしたんですが電電公社テレコムの方はあまり反対をしなかったなぜか鉄道はもう大明かしでどうしようもなかった。 テレコム電電公社はそこそこ競争力もあって、イノベーションの力もあった、だからそれほど反対せずに、むしろ自由化を、まあまあ、歓迎したとはまで言えませんけれども、前向きに迎え,迎えたという、実は日本にもそういう事例がありました。で電力について、まあ、事実関係だけを言うとです、ね、まあ、90年代からずっと反対をし続けているという、まあ、事実があるわけです。まあ、それにはもちろんです、ね、安定供給が大事だと いう、まあ、主張もですね、まあ、一定の真理はあったのかもしれませんけれども他方、ですね、えーまあ、今トーマスが指摘してくれた通りにもしかしたらやはり競争力にですねちょっと問題があったのかもしれないあるいはもう1つ公的に表明していたのが原子力発電をやるためには自由化をしてはいけないんだと。 いう主張もありました電力会社にとってみれば原子力発電は国策であって30年とか40年かけてですね後を元とを取るような電源であるから原子力発電やってほしいんでしょそうすれば発送電分にはダメですよというようなことをですねこれは正式に公式にあの発言をしておりました、まあ、いろんな理由があるのかもしれませんけれどもやはり今はですね本当にもう競争的な市場の方が安定供給に寄与するんだと。 仕組みをガラッと変えるんだということがですね、ようやく日本でもあのメインストリームの考え方になってきていると思いますので、ぜひ今回こそはですね、改革を実現したいと私は思っています。Thank you. Now. 分かりました。We have a little. えではあまあここで一つサプライズがございます。えまあ今日の目的というのはあこの方どうやって でこの再生可能エネルギーの競争性を高めるかまた日本で固有のコスト項目というものがどういうものがあるのかというお話をしてまいりましたそしてどうやったら早い段階でこの大型の経済性を持った形で再生可能エネルギーを導入できるかということを考えるというのが今回の目的だったわけであります。 えで、まあ今日方は、えー、この。 ベェスタスという企業。ま、は、これは、ま、は、世界最大の、この風力発電会社のディトレフ・エンゲル氏、CEO が、ま、飛び込みで、ま、飛び入りで話をしていただきます。で、この、どうして、ま、は、世界中で、それができる国があって、できない国があるのか、ということで、どうぞ、ディトレフさん、お願いいたします。発言の場をいただきまして、 ありがとうございますえ、まあとても大きなあその、まあ、疑問点でありましてそれを10分では答えるということさえが、まあ、非常にまあ厄介なんですけれども。 ただ、まあ、私が、まあ、まず、まあ、最小の、まあ、リアクションとして、まあ、言えること。まあ、まず、エネルギーコストの計算の仕方ということを考えなければなりません。で、国によっては、あああでは、 このキロワット時あたりの風力とそれからキロワット時あたりのこの石炭火力のその差はどれぐらいなのかということがよく議論されております。で、ブルン,ルブルンバーグが最近オーストラリアで発表したことでありましたけれども非常に興味深い計算例をそこで引用しておりました。納税者として でまあ、この方を語ることができるならば、まあ、政府が私の払った税金を病院ですとかあるいは発電に払ってほしいということではないと思います。 それよりも一体どれだけの税金を払っているのかということの方が私にとっては関心が高いんです。ですので、この正しい計算をするのはどうするべきなのかということを議論しなければならないと思います。オーストラリアはすでにそれを行ってきているわけでありますが、我々はコロラド州に4カ所に製造プラントを持っております。 でマハコラドっていうのは石炭生産,産出の州でありますで例えばマハコラド州でこの方魚が釣れるような湖にするためにはどれだけのコストがかかるのかというようなことが200年2006年ぐらいに計算をされました。 そして、その時にコロラド州で風力ですとか太陽光の可能性というものも同時に検討されました。それによってコロラドは大きく変わっていったわけなんですけれども。じゃあどうしてどこでもそれを導入しないのかという先ほどの方質問でありましたけれど、その社会に対するコストを計算する尺度というものが必要だと思います。メガワット人のエネルギーコストということではありません。 多くの方、国々では、いくらかの国々では、例えばブラジルのように風力は非常に安くなっております。これは12月にブルームワンが発表しておりますけれども、キロワット時あたり44ドル以下だということです。これ風力の方価格です。 でそのような、まあ、この低コストの風力は可能であるようなんですけれどもじゃあどうして国によってそのコストが変わってくるんでしょうか。 まず第一に言えることは、あこれはまあ簡単な考え方なんですけども、どれだけ風が吹いてるかというのが、あまあちょっとまあバカみたいな、聞こえるかもしれませんけども、やはりこれは重要なポイントです。まず第一に、どういった風景、資源があるかということですね。それと、それの展開の仕方であります。その仕方というものがあります。それは例えば、系統への接続などに関して、 で様々な規制があるのが浜国かあ国で違っております。で、な、えー、ので、えー、まあ、それが。 あまあ、例えば、地下鉄ですとか電車、まあ、空港のシステムがうまく機能している国とそうでない国があるというのと同じことだと思います。その、まあ、発展の、まあ、段階によって異なってくるわけです。え例えばえ、その風力を作っても意味のない場所もあれば、大いに意味のあるところもあります。で日本を考えた場合には、まずえ、この技術ですけれども、非常にえ これは急速に技術が発展しております。でそのためにじゃあ本当に必要な風はどれぐらいかということ1秒あたり 3m メートル、まあ、それが 5m から2 5メートルの風速が必要だと言われておりましたけども今は 3m でもいいということになりますと、まあ、それだけでも例えば1箇所での,その1年間のこの風力のコースと大きく異なってきます。 で中国がでよく言われていることなんですけれどもその波を見るんじゃなくてその,その流れを見るんだということを言うことわざがありますですので、まあ、電力のコストを下げるといったような時にはまずやはりその革新的な技術を見るということがあるでしょうでブラジルを見てもそうですけれどもの他の国でもそうだと思います。 では日本においての経験を既にお持ちですけれどもその風力をより急速に発展させるためには何が必要だと思いますかまず第一に言えることは何度も日本へ来ておりますけれども日本の方々はその自然保護といったようなことにこの 非常に関心を持っていますけれども、それもその風力との共存ができると思います。情報を十分に集めて長期的な計画を立てるということが必要であります。北海道には十分のその風力がありますので可能性、ポテンシャルがあるわけです。それだったらば、それが活用できるように、その携帯、放送電網に投資を集めるということが必要になってきます。 ね、またあ、まあ、2つ目としてじゃ何をすべきかということなんですけれども。 私がよく日本で人々に言うんですけれども例えば2012年にデンマークでは電力の20%が風力だったというふうに申し上げておりますそしてそれを2020年までには50%にするとデンマーク政府は言っておりますまあそれを疑いを持って見る人もおりますただまあこれは可能だと言えますただそのためには長期的な計画と とコミットメントが必要ですから決して容易ではありません。ただまあ、それがま実現できるようなこの仕組みを設ければ十分競争力のある価格が可能になります。 で私は初めて日本に来た時には、ある電力会社の方は3、3%以上の風力なんてとても無理だという話を伺ったことがありました。私の方からはいろいろと細かい質問をさせていただきましたけれども、他に何か発言なされたいことありますでしょうか。えでは。あ その波とそれからその流れということですけれども日本は G20 のメンバーであります。で私はこの G20 のグリーンクロスワーキンググループに反参加しておりました。これは3年間韓国メキシコフランスで会合を持ってまいりましたけれどもこの我々がその提案したことこれはかなり 私もベスタスの考えではありませんでした、まあ大手の企業に対して私はそのグリーンな成長をするのにはどうしたらいいのかということを各企業にお伝えをしましたそしてそういったような提案が実際にこの3年の活動後この G20 のレコメンデーションになりましたですのでこれは日本にも当てはまることだと思いますけれどもこれは まあ、こういった企業が何を求めているかということはこれはまあ容易に説明できます。えー、こどううやったらその予測をが可能になるのかということいこです、えー、つまり価格がどういう動きをするのかということが分からないというのが一番不安をもたらすわけであります。 で非常に多くのこの消費、まあ電力が消費されるという前提の上で、まあ化石燃料への補助金を減らしていこうと、そして排出量に対してのまあその課税をしていこうといったような考えが生まれたわけであります。でここでそのまあ価格設定などあるいはその方向性がもっとクリアになればそれだけ多くの投資 を促すことができると思いますであとはその自由貿易というものが必要でありますしまたこの分野における研究開発にも多くの投資を促していくそして化石産業への補助をやめるということがいくつかの考え方であります今4つほどそのアコメンデーションを申し上げましたが まあどうしてその風力を増やすべきかということを例えば私に聞くのではなくどうして多くの企業がそれをサポートしているのかということについて質問を投げかけるべきではないかと思います。まあこういったような G20 のレコメンテーションがあったとそしてそれに対するサポートが十分やられているということであります。まあ1分とお願いしました。ちょっと時間オーバーですけれども とても非常に興味深いお話をいただきましてありがとうございました。それではま先ほど来のこのディスカッション、電力市場の再規制化ということについてまたお話を続けていきたいと思います。そしてま日本の補助金について でしょうかではまあ高橋さんのお話をお聞きになって、えー、まあヨーロッパの方から考えてそれおかしいとか不思議だと思われるヨーロッパとは違うと思われるような点がありましたでしょうかそれとも,もう高橋さんのお話完璧だったんでしょうか。えー、まあ一つ言えることですけれども。 日本が抱えている問題は明確になっていると思います。ヨーロッパのケース、これは、この方ミカえるオデン・バーリさんも言ってらっしゃいましたけれども、我々はまず自由化を10年、15年前に始めたと。そして、それは国によって、その発想で分離の方、 形はまあ異なってはきてはおりますけれども、でもすでにそういった話がもう何年前から進んでいると。さらにそれぞれの国あるいはヨーロッパにおける将来的なエネルギーミックスについても話が行われております。で、これについては、ま、あ まあこれらの作業、まあ、自由化ですとかエネルギーミックスなどをべて、まあ、その同時進行でやらなければならないということで大変だと思いますがただ、まあ、そういったような方向性全てを考えなければならないということを誰もが認識しなければならないと思います。でそれは不可能だと思いませんえまあ日本の方たちはやはりその他の国々が。 え、行ったことを参考にすることができる。まあ、そういうようなアドバンテージを持っているのではないかと思うんでございます。今日皆さんのプレゼンテーションしてくださったことは、えー、いわゆるその成功話 <laughs> ということではなかったかと思います。ヨーロッパでうまくいったことをいろいろご披露していただいたかと思います。えー、いかがでしょうかまあ、面白い、その失敗談というのはございますでしょうかやっぱり日本の方たちがこれはぜひ避けるべきっていうようなものがありますでしょうか ぜひぜひそういうお話を聞かせていただきたいと思うんですが、えー、もちろんたくさんのミスっていうのが、えー、あるわけです。特にその、えー、再生エネルギーに関してでございますけど、その例といたしましては、そのドイツでその再生エネルギーを、えー、考え始めたときは、今日本の状態と,ととても似てたんですが、やっぱりその、えー、垂直統合の会社が、えーまあ、グリッドを担当してたわけであります。 そして新しいプレイヤーがたくさん出たわけでございます。その再生可能エネルギーの会社のですやはり、その新しい会社のその資産について、それを電力会社に全部報告しなきゃいけない、見せなきゃいけないということは、すごく嫌がったわけでございます。でありますので、今でも、 まあ、いろいろロビ活動があったわけでございますが、え、我々は今、えー、我々はそういうような、そのデータを簡単に、その、えー、アクセスするっていうわけではないんでございます。その、えー、小さな会社の方の、その、えー、資産を、例えば、その、えー、コントロールするっていうこともできないわけでございます。今も分離が終わってるわけなんでございますが。ですので、ある意味では、我々は、 もちろんそのアクセスを提供しなきゃいけないっていうことでございますが、本当はある意味ではその完全なコントロールも必要であるっていう、そういうジレンマもあるわけでございます。ですので、各国においては、えー、まあこういうような問題がいろいろありましたんですけど、やっぱりその、えー、やっぱりオペレーターといたしましては、我々各事業者のその状況をもっと、ええー、その把握できる中、 は、把握できるようにしなくてはいけないと思うんでございますが、その過去のその生きさつがあったために、必ずしもそれができないという状況があります。で、この問題をちょっと解,その解決しなきゃいけないということなんです。まあ、不信感っていうのが、まあ、どうしてもあったということでございますね。まあ、不信感っていうのは、その、 確かに、その、えー、電力会社、えー、関係者対、その、まあ、再生可能エネルギーの新しいプレイヤー、えー、とのこういう対立というのがあるっていうのは当然ではないかと思います。スウェーデンにおきましては、その、投資家にとって、えー、やっぱり情報を提供するっていうのが、とてもその再生エネルギーを促進するために、えー、とても、えー、重要だったと思うのでございます。この不信感の話を別といたしまして、 えー、やはりその既存のその例の、えー、会社などにまあ投資するだけではなく、えー、これをその後にはやっぱりデータがたくさん、えー、出てくることになりますと、 えー、グリッドオペレーターにもその、えー、データを提供されますけれど、やっぱりあと他の一般の方たちにもそのデータがベルブルになりますと投資家も増えるということになります。他にもミスとかってありましたでしょうか失敗なんていうのもありましたでしょうかまあミスって言えるかどうかわかりませんけれど、まあどっかでスタートしなきゃいけないということでございますね。まあ延々と議論することはできるんですけれど、ある段階でもう決めて、ここからとりあえず始めますってふうに決めなきゃいけません。どっかでその法律を可決して、あの法律が施行される日にちっていうのが、まあもう、設けて、 を守らななきゃいけないといけけとうわけでございますで規制の方なんでございますがこれは2005年からまあそういう体制ができてたわけでございますでその後に新しいものがどん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 、えー、その付け加えられたわけでございますが、えー、もちろんいろんな議論があったわけなんですが先ほど申しましたように、まあ、5ヶ月ぐらいしかなかったのございます福島から そのパッケージ完全に導入される、アドプトされる、えー、っていうことまでには5ヶ月で、まあ、全部決めたというわれてるんですですので、その、えー、いろんな、その、改革もあるし、アグリッドへのアクセス、その再生エネルギー、えー、法、そして、計画の加速というなんか法律もありましたし、まあ、今先ほどお話ししましたように、そのパッケージ全体、 が一気に8月5日に、まあ、あの、えー、解決されたということでございます。そしてその翌日にこれが、まあ、施工っていうわけになってわでます。非常に早い短期間のプロセスだったわけでございます。もう非常に早く物事が決められたわけでございます。そして、まあ、実際にその、えー、実行にすぐ移されたということだったんでございます。もちろん議論すれば、いろんなことを、まあ、事前に、その、えー、予測できてとかっていう話もあるかもしれませんけど、議論するっていうのは、いくらでも、 限りなくできるわけでございますので、一刻でも早くそのインプレメンテーション、まあ、実行、導入に入った方がよろしいということでございます。時間が大切でありますので。そして競争がコストを削減しますし、その効率性を高めるということでございますので、やはりそれを、あの、えー、始めないということは、その経済的なその損失が出るというわけでございます。では、高橋様、せっかくの機会でございますので、ヨーロッパのその専門家がさんに集まっているんでございますが、何か質問はございますでしょうか 確かにですねまあいろんなことを今、日本は一度にやらなければいけないと、これは非常にまあ大変なことだと、全くおっしゃる通りだと思うんですね、ただ、逆に言うと、まあ先ほど今、まあ、ドイツはですね本当にもう短期間の間で3・11の後に大きな政策転換、まあ元に戻ったっていう話もありますけれども、やった。 こととができたというのはやはりその一つには政治的なリーダーシップっていうものがあったでもう一二つ目としてはやっぱり国民の一定のそのコンセンサス支持があったと多分そういうことだと思うんですよねであのまあ、例えばあそのスウェーデンについてもですねまあ昨日ちょっとお話しする機会があって、えー、バッテンファールという発送電一貫の会社が 92年ですかで発送電分離をされたという時にもですねちゃんとこう政治的なまあ合意のもとにです、ねえー、なされたからそれほど大きな何て言いますか反対運動とかそういうものはなかったというようなこの話もありましたしたがってやっぱり日本においてもですね当然この政治的な意思っていうものをまあ国民の合意のもとに確立をするということが極めてまあ重要なんですけれども逆に言うとここがまあ今非常に揺れているというか非常に難しいということ 点でもありますなのであの、まあ、スウェーデンでもいいですしドイツの方がより、まあ、状況が近いのかもしれませんけれども、まあ、そういう例えば脱原発をやるんだとえエナギー便でをやるんだというようなです、ね、そういう国民的なあ合意を作る合意を形成する時のですね何、まあ、て言いますか経験というか知恵というかいろいろと倫理委員会の話ですとかあの日本でもですね知られているところはあると思うんですけれどもおその辺のですね 経験なり知恵というものを教えていただければと思いますそうですね その質問に答えられるかどうかちょっと分からないんでございますが、でもちょっとまあ関連した質問に、えー、まあ実にあのまだ聞いてないような質問について私はご答えできると思いますが、つまり私のバックグラウンドでございますが、私は5回議員でありましたので、そういう観点から申し上げますと、そのやっぱり電力産業がまあその改革に反対するというような傾向があるというのは、 えー、あるんではないかいます。これは一つの課題ではないかと思います。まあ、それは分からなくもないわけでございます。やっぱりその、えーまあ、既存の伝統的なそのエネルギー市場から、まあ、近代的なエネルギー市場に移行するということは非常に大きな移行プロセスでございます。で、やっぱり国家議員にとってもこれは大きな移行プロセスでもあるわけでございます。つまり、あの、電力企業、エネルギー市場っていうのは産業っていうのは非常に まあ、あの、非常に特徴的な、えー、その、えー、え、的なところでございます。で、やっぱり、あの、政治も、あの、関係してるわけでございます。そして、まあ、それだけではなく、やっぱり、えー、まあ、国家の主権とか、えー、やっぱりその安全保障のために、これは独自のものが持たなきゃいけないとか、そういう、あの、国民感情というのが、えー、あの、どうしても、えー、つきめあとうような産業であるわけでございます。やっぱり、精神的な、 えここととともありまますすのででそれをを完全にに考え方を変え変るいい、えー、いうことは非常に難しいわけでございますやっぱり競争をこの分野に持ってくるということによって、えー、そして、まあ、それによっていろんなメリットがあるそしてと、えー、いうことをあの多くの人たちにその、えー、納得していただくためには、まあ、時間と時間と時間 がかかるわけでございます。まあ、それによって電力、えー、料金も下がるわけでございますし。しいろんな意味でたくさんのプラスのベネフィットがあるわけでございます。まあ、そしてまたこの、えー、関係することなので、そもその原発をどうするか、日本はということでございますね。まあ、このえー、2つの課題は？ 分けられるんでしょうか。まあ確かにその近代的な市場を構築するということはとてもとても重要だと思います。まああの原発をどうするかどうかは別としてこの、えー、市場を作らなきゃいけないと思います。あ、ありがとうございます。私も、えー、みみ カエルさんと同じその委員会に参加してたんでございますが、当時のことを思い出します。まあ電力企業がどれくらい反対したかということがございますね。あの、カエルたちがその競争をその導入するとこんなに悪いことがあるっていうお話をされたわけでございますが、日本の、あの、えー、で、今、 いることと非常に似たわけでございますしかし繰り返しよりございますが本当にその、えー、強い会社への営業が運営よく運営されている会社非常に効率性の高い会社は自信を持っていると思いますので、えーまあ、この,その電力産業の、えー、一部つまりあの本当にその自信を持っている企業は競争を導入することによっても全く反対はあるいはもっと反対はあまりしないということではないかと思います。まあ、日本におきましては 私は聞いていることはあの電力を消費する、えー、産業は非常にはっきりとして、まあ、スウェーデンでございますが、えー、これはその改革はいいという、えー、にその言ったわけでございます。それによってその電気料金が下が下る ということで彼たちもそのより競争力を高められるということが分かったばかりでございます。これは日本にも非常に大きな参考材料になるのではないかと思います。やっぱりねどう競争力を、えー、その高めるためには電力市場にも競争を。えー 入れるとということでございま,すまた政治的なお話でございますが先ほど三河リさんはまあ議員であったということも、えー、触れたわけでございますが、えー、スウェーデンでの電力産業、えー、は非常に強かったでございますがでも日本はもっともっとより強い立場にいたのではないかと思います。まあ、経済的な えーまあ、力いいうのがあったわけでございます、まあ、非常にあの高い電気、えー、料金を貸することができたわけでございますので非常に多くの,その、まあ、資産、えーまあえーまあ、お金を持ってましたのでそういう意味でもそのスウェーデンより日本の電力企業の方が強いということではないかと思います。Think, the, the では高橋様どういうような政治的なチャンス があるというふううふにお考えでしょうか、まあ、新政権としてあの参議院選挙の後どんな政策を打ち出すんでしょうか。コストを削減するために競争を促すということでしょうか。申し上げましたがあ、まあまあ、簡単に言えば自民党政権というのは、原子力発電は続けるべきであると。 と同時に、まあ、電力システム改革は進めるんだということなんだと思いますでまあそれをですね一つの政策としてですねどんどん進めていくというのもまあ先ほど原発の問題は別なんじゃないかっていうご意見もありましたので可能なのかもしれないです ただその場合にしてもですよやっぱりこれが我が国のエネルギー政策であるというものをある程度早いうちにですねしっかりと示してもらわなければやはり電力会社もあるいは民間企業も 投資がでできないんではないいはか先ほどからまあそのアンサータンティっていうような言葉が何度か出てきましたけれども原子力発電は続けるけれども例えばこれぐらいに減らしていくんだとでその分再生可能エネルギーはやっぱこれぐらい増やさなければいけないから送電網の投資もこれぐらいしなければいけませんよねといったようなやはりビジョンをですねある程度政府が示してもらう必要があるんではないかでそれがですねまあ10年間かけてってことを選挙の時にはおっしゃってたんです ですけれどもさすがに10年間エネルギー政策が日本に存在しないっていうのはさすがにまずいと思いますのでやはりそれはですね安倍政権は安倍政権のうちにですねしっかりとしたエネルギー政策を出すということをまあ期待はしているんですけれどもまあ,あいろいろな利害関係がありますので。 それが実現でできるのかかかどううとということは正直よくわかりませんでプラスですねやはりもう一つがその世論国民の意思という話でありましてまあ国民の意思というのはいろいろと移ろいやすいものだと思いますので、まあ、福島からもうすぐ2年。 事故から2年になるわけでありましてまあ,あ需給の問題ももう最近ではそれほど言われなくなって、まあ、電気料金の値上げという問題が、まあ、今でも問題になっていますけれどもやはりですね、えー、エネルギーの問題というのは1年2年で喉元を過ぎれば忘れてしまえるようなものではないわけですからやはりあの10年20年30年子、えー、孫の世代のことまで考えてですねやはり我々国民が責任を持って、えー、ちゃんと今の世代で決をて 結論を出すと でまあ、ドイツが今それなりに現世代が負担をしつつですねエネルギー便でを進めているように我々もまあ進めなければならないやっぱり政治、まあ、鶏が最か卵が最かっていう話なんですけれどもやっぱり政治がそういう意思を持つのかあるいは政治を国民が動かすのかそこをですねやっぱり日本人が今問われている非常に重要な局面にあると思っていますので、まあ、私はまあ研究者一研究者ですので、まあ、意見を言うことしかできないんですけども。 けれどもまあそういう方向でですね。是非、国民の皆さん、皆さんとですね。そういう日本のエネルギー政策をみんなで作っていくというようなことを努力したいと思っています。私、まあ、ミケルセットまミカエルさんがおっしゃった通りに再規制。それから競争促進。そしてそれに対比して原発の政策ということにつきましては？ どうすするるかかこの完全に分離するシティはないかもしれませんですのでスウェーデンの立場といたしましては原発についても追求するけれどもその発送電分離も進めていくということがなされたわけであります。でですので でですので原発の例えば事故があった場合にはそれについて誰が損害賠償を負うのかとかあるいは使用済み核燃料については誰がどうするのかということについてそれも議論をしながらもこの電力市場については競争原理を導入するという結論をスウェーデンは得たわけであります。ではあと10分程度時間がございますが。 オーディエンスの方から観客の中から何かご質問ございますでしょうか Yes はいどうぞマイクお待ちください Yes 科学社会学会の竹内と申します私あの先ほど高橋様の主張ともちょっと被るんですけれども やはり日本で,です、ね、本当にそのエネルギーの改革を進めることができるかどうかというのはです、ね、脱原発、原子力発電に依存しないというのにです、ね、どれだけ早く踏み切れるかどうか、もし脱原発にです、ね、早く踏み切れなければ、やはり自然のです、ね、再生可能エネルギーに対する転換もです、ね、どん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 遅れていってしまうでしょう。 その時に私は日本とドイツの決定的な差があるのはですねやはり倫理というものに対する感覚だと思いますドイツはですね原子力発電っていうものは非倫理的な存在であるとそれは核年の廃棄物を通してでもそうですし将来世代に対する責任という点からもそうですそれから経済的な利益をですね人間性に優先させないという点でもですねやはりあの原発っていうのは非倫理的な存在だと思いますところが日本の場合は ななぜかそのの倫理的な感覚いいうのが欠落しているわけですであれだけのですね重大な事故を起こしてもまだ原発をやろうとしているだから私は思うんですよねあの今日ドイツから目になっている2人の方に特にお聞きしたいんですけれどもやはり日本がですね再生可能エネルギーに転換するためには脱原発にですねもうぐずぐずしないでどれだけ早く踏み入れるかどうかにかかっていると思うんですいいようですね。 I hear many agree with. 賛同の方が多いようでございますもう一人何かご質問があったようなことあ,あった方がいらラしタトモイマシタケルトモ、どうぞ。えー、ブラウンバーグエナジーファイナンスのトラビスでございます。<laughs> まあヨーロッパの方々同僚とも話しておりまして、その 電力市場を自由化いたしますと料金が上がるというような声もあったわけであります特にミカエルさんのプレゼンテーションでは当初は料金が下がる原価が下がるということですけれども長期的に見た場合にはどうなんでしょうか料金は下がっているんでしょうか上がっているんでしょうか予想外の料金上昇というものはございましたでしょうか この電力市,の市場の自由化からどんな影響が出てくるんでしょうか、はいえー、マイケルさんどうぞ基本的にはスウェーデンでは電力価格に対するプレッシャーはもちろんございましたですのでまずは過剰のキャパが取り除かれたということでございますので、まあ、数年間あ,あまり発電所が 建設されなかったというような状況はあったわけでありますただ今現在それが変わっていると方向転換しておりますですので何年間最初の当初の何年間はそのあまり発電所は建設されておりませんでしたただストックホルムで人々の意見を聞きますと 電力料金どうなってるんですかということを聞きますと聞きますと、まあ電力料金は下がっていて自由に選択できて大変良かったとハッピーであるという答えが得られると思います。ただ、えー、この電力の自由化によりまして電力料金が上がっているわけではありません。議会議会がその裏にあります。 電力料金の引き上げはありましたですのでエネルギー税が導入されてそれが引き上げられた増税されたというのが一つの問題なわけであります。 その当初の、えー、電力市場の改革によりまして、えー、より低い原価になったわけでありますけれどもその料金にそれが反映しなかったその代わりにそこで政治家が介入いたしまして、えー、エネルギー税を増額したということであります。でですので全体的な見 結果としてはあの電力料金は下がっているはずでありますですのでちょっと全体像を申し上げますと、えー、競争の原理を導入いたしまして料金は1キロワッターと1円これスポットマーケットはそういうような水準になってたわけであります、えー、キロワットはその5円ぐらいでありますそして今は3円ぐらいになっているということでありますので 日本的な観点から言えば電力料金は極めて低いといととうことになるわけでありますそしていくつかの点について最後の質問につきまして、えー、申し上げたいことですけれどもエネルギーの、えー、エネルギー便でエネルギーの大転換におきまして発送電の分離がなされまして。 まあもちろん次のセッションでもこれあの取り上げると思いますけれどもまあ一つ申し上げておきたい点といたしましては自由化する前までは原油価格に連動した床に連動して電力価格が動いていたわけでありますしかしながら電力市場の自由化以降ということになりますと 産業界が責任を持ってある意味じゃあ料金を決めていくというようなことがなされてきているわけであります。ですので、まあ、国が規定しております料金というような分野でなければ過去13年14年におきましては完全に料金につきましては自由化がなされてこれは床とは連動せずに動いてきているというような状況になっているわけであります。 でですので実際には、まあ、大きな成功例ではないかというふうに私自身評価しているわけであります。えー、電力市場の自由化は 料金に対しましまて大変プラスの影響があっただ再生可能ののエネルギーということを導入いたしますと当初はやはり高いわけであり他の電源に比べれば高いということになりますので、まあ、外部コストもあるかもしれませんけれどもその電力料金ということにつきましては大変いい影響があったということであります。ですのでドイツでは 再生可能エネルギーのサーチャージ、まあ、これはある意味じゃ補助でありますけれどもその実際のこのエネルギーの取引所で形成されております価格料金価格よりもそのサーチャージの方が高くなってきているということになるわけであります53セントでしょうかそのユーロ1メガワットアワー53ユーロとかそういうようなことになってきているわけであります。 ですので、えー、自由化によりまして、えーまあ、これをある程度補填をするということができるわけであります。第二の点としては、まあ、ドイツを見ましてその、えー、先進国の中では 産業界向けの,この電力料金ということにつきましてはアメリカの2倍3倍ということでありますので OECD 諸国といいましょうか先進国の中では最も高い電力料金であります。しかしかながらそれでもドイツの産業界 メーカーカは競争力があるわけでありますですので日本は大変素晴らしい美しい国そして卓越したエンジニアの方々がいらっしゃるわけでありますので、まあ、電力料金が高かったかもしれませんけれどもそれだけでその国の競争力経済競争力産業の競争力が決まるわけでは決してありません。 ですので、再生可能エネルギーを統合していく、普及させていくということはえできるのではないかということ、というふうに私考えます。はい、ありがとうございます。でもう一点、この料金について入れれば、必ずしもこの低いからといってそれがライトプラスではない可能性もあると思います。で、今ご指摘いただいたように、やはり。 需要がうまく供給に調整が取れた形でなくてはならないそしてまた正しくシステムが運営されるという指摘だったと思いますそしてスポットマーケットがあるということで誰でもこの実際限界コストがはっきりわかるわけですそういった透明性が存在するわけでありますスウェーデンにおきましてはやはりこの消費する側といたしましてはやはり一時間ごとのメータリンが 得られるといいう権利を持っています。ですから契約が持てるわけであります。スポットマーケットの価格の確認ができるわけでその時間の金額はどれぐらいかということではっきりするわけであります。でエの発電コストの高いところそして低いところと見極められるわけでそしてお金の節約にもつながるわけであります。で これによって、まあ、お客様にとってさまざまな機会が提供されシステムにとってもコスト引き下げの可能性をもたらすものでありますがしかしながらやはりコンピューターのコンサルタントが多くの TSO のための仕事をするそしてデータ管理の能力もまた必要になってくるわけでありますできちんとバランスを保っていくということが TSO によってなされなくてはなりませんただ一旦そういう投資がされますとよりいい 必要な調整が消費者との間で得られるという機会がもたらされるわけですそうしますと電力の全体のコストを供給する際に引き下げることができるわけです独占的な一貫性のある価格で提供というのはまた違ってくるわけであります私思うに一つ言えることといたしましてまあ料金が高すぎるのか低すぎるではなく やはり効率性のあるコストに合った妥当な料金かというのが大事ではないかと思います。トーナスが言た通りだと思います。やはりサービスの質に連動したものになってくると思います。それは決して忘れてはならないと思うんです。過去におきましては、エネルギーの料金というのは、まあ、パンでもいいんですけれども、政治的に設定されていたわけであります。 ですから市場を自由化するそしてマー,ケットマーケットの原理が働けるような状態になるということであればもちろん価格は変動しますエコストの変動にも連動するわけでありますでグリッドに投資が必要であるという場合にそして再生可能エネルギーをそれによって入れるということになると何らかの対価も必要になってくるわけであります。ネットワーークのチャージが上が上ってくるかももしれれないそれ以外にも こ効率価格も変わってくるかもしれないということになるわけですがいずれにいたしましてもやはりこの効率性で得られたプラスというのがちゃんとそれはお客様に反映されるということが必要になってくるわけでありますですから異常なるこの利益がどこかに行ってしまうということは避けていかなくてはなりませんそして効率性のあるコストにおける反映ということが必要です え4時10分になりましたスケジュールを見ますとこちらを置いたいと思いますえ十分にえこのタイトルをカバーできたと思っています皆様方スピーカーの方々本当にありがとうございましたで10分 <laughs> ディトルフ・エンゲル氏のプレゼンも入れることができました聴取の皆様質問コメントありがとうございました接種に対してのご貢献感謝いたします えセッション420分後またお集まりください20分間の休憩でまた4時半から再開ですありがとうございましたスピーカーの皆さんモデレーターのコーベリエルさんありがとうございましたこれでセッション3を終了いたしますこれより休憩とさせていただきますセッション4は午後4時30分午後4時30分を予定しております なお、次のセッションから新たに参加される方がいらっしゃいます。お荷物はロビー、クロークのご利用、またはお座席のお足元にお願いいたします。ご記入いただきましたアンケート用紙は、お帰りの際に出口におりますスタッフにお渡しください。本日の発表資料につきましては、後日財団のホームページに掲載いたします。また、これまでの各種報告書は、お出口右手にご用意しておりますので、ご自由にお持ちください。 お使いになりました同時通訳レシーバーは会場出入り口にて回収いたします会場の外へ持ち出されませんようお願いいたします次のセッション4は午後4時30分より再開いたします